関西大学バレー部監督の岡田哲也さん。非常勤職員を務めながら週6日ほど女子チームを指導しています。毎年部員たちに伝えることがあります。あの日の記憶です。生き残った人っていうのは、よかったねって言われるのはすごく辛くて、実は罪悪感しかないねやんか。自分だけが自分の部屋で2階にいてて、姉とかも自分の部屋あったけど下で寝ててっていう感じで、まあ、震災朝、地震が起こって家がこう潰れてしまって、1階がこう潰れて2階はそのままこうある程度空間残ったままこう真下に落ちたような感じやったから、自分が殺したみたいな思いとかもあるっていう感じね。岡田さんは26歳の時、西宮市で被災しました。最大震度7を記録する激しい揺れが襲い、木造2階建ての自宅が全壊に。1階にいた父直行さんと母初江さん、帰省をしていた姉の和代さんと姪の梨沙ちゃん、4人が亡くなりました。震災の時に一緒に死んだ方が絶対楽やったと思って、死ねたらよかったのにってずっと思ってたんですけど、まあ、自分の中でやっぱ死のうというふうに思ってたんですけど、死ねなかったのは自分がなんかこう、もっとなんかこう辛い人生を生きていかないといけない、なんか罪を背負わないといけない、なんかそういう人間なんだっていうふうに感じて。震災から1ヶ月後、勤めていた住宅関連会社で再び働き始めますが、一人になるたび涙を流す日々を送ります。そんな中でも悲しみを忘れられる場所がありました。岡田さんが関西大学を卒業後に作ったOB のクラブチームです。同級生と一つ下の一緒にずっと頑張ってた子が声をかけてくれて、まあ来てっていう感じで。バレーボールとの出会いは幼稚園に入る前、ママさんバレーをしていた母初江さんの影響で始め、以来コートに立ち続けてきました。しかし次第に葛藤が生まれます。いや、バレーはやっぱり単純に楽しいし好きはあるけど、でもその楽しいこととか好きなことをやってる自分がダメっていうか、許してはいけないって思ったりとか、やっぱり頑張ることがダメって思ってるし、でも頑張らないと周りには迷惑かけるし、声をかけてくれたチームメートに迷惑をかけてはいけない、そんな一心でバレーボールを続けますが、苦しみは募るばかりでした。岡田さんに転機が訪れたのは震災から9年経った2004年、小さな地震が起きた時でした。涙が止まらなくなり駆け込んだ職場の医務室で、看護師にある言葉をかけられました。一人で抱えてそんなずっと頑張ってきたよねって言われたんですよ。その言葉ですかね。自分が生きていくべきなのか、幸せになっていいのかとか、なんかそんなことしか考えてなかった期間やったと思うけど、なんか違う視点を持てたというか。看護師の言葉で救われたような気持ちになったという岡田さん。今度は同じように悩む人を支えたいとカウンセラーの資格を取り、心の健康をサポートする立場になりました。
そうしました。今日はメンタルヘルス研修ということで、睡眠についてやっていきたいと思います。しかし、震災から20年が経った2015年、岡田さんにはまだ葛藤がありました。自分の中でまだ自分を許していいのかどうか迷うところはあるけど、でも、幸せになろうと思ってるんで、そうですね、自分を大切に今は精一杯生きてるっていうか、そんな感じです。あれから6年、岡田さんは母校関西大学で学生アスリートがパフォーマンスを発揮できるようカウンセリングやメンタルトレーニングを担当しています。12月の大会、結構自分では頑張ってきたけどあまり結果出えへんかったっていうふうに、それが今まではダメの一言で終わってたのが、次に活かせるような、その自分の中での、整理の仕方ができるようになってるって感じですね。一方、葛藤を抱えながら続けてきたバレーボールでも技術面、精神面を支える立場に。2019年には関西大学の女子チーム監督に就任しました。いつもチームに相談に乗ってくれる方で、なんか甘いものが大好きでシュークリームが大好きです。お話さん、そうなん。試合中はどんな感じ？おいよいよすごい盛り上げてくれる。自分にとってはでも家族みたいなもんには感じてるんですけど、そうですね、向こうからしたらそう家族ではないと思うんですけど、でもなんとなく自分にとってはそういうふうに、やっぱりもうみんな一人一人人生幸せになってほしいなと思うんで、大切な人を失った岡田さんに今は家族のように思えるかけがえのない存在ができました。目標に向け一つになって進むことが幸せにつながると、2019年西日本大学選手権ではチームを歴代最高の3位に導きました。後悔のない人生を歩んでもらいたい、そんな思いから必ず部員たちに伝えるのが震災の経験です。生き残ったんやけど、助けてないっていうのも、そう、一緒の家にいて助けられへんかったが現実やけど、助けてないみたいな、自分が殺したみたいな思いとかもあるっていうかね。じゃあまた明日ねって言っても明日会えるかどうかってほんまに分からんのが現実やん。なんか悔いが残らんようにしっかりやってほしいと思うんやんか。今っていうのをすごい大事にしてほしいなっていうのが思いかな。毎日楽しく練習をできることも当たり前じゃないよなって思ったら、ほんまにもっと頑張れる気がして、すごいいい機会だなって思いました。そういう話聞けるのってすごい貴重な体験やと思いますし、聞いたことはしっかり自分の次の世代やったりとか、その次にも伝えられるように、そうですね考えていけたらいいなと思います。震災の記憶とともに思いを伝えた日、学生からも岡田さんに届けたい言葉がありました。岡田さんとなら目標を達成できると信じています。1年間よろしくお願いしますということを書いてくれています。何ですか、この学年すごい思いが強いなっていうのも感じてるし、そうやって信頼してくれてるところもあるのかなっていうところがあるんで、一緒に頑張っていきたいなっていう思いがより強くなる。
大切な人を失い、かつては拒み続けた幸せ。震災から27年が経った今、一つの質問を投げかけました。今岡田さんは幸せですか？はい、幸せですね。みんなが喜んだりとか、そういうのを見れるっていうのもすごい幸せなことやし、でそれだけじゃなくて、みんなが社会でね、頑張ろうっていうふうに思って、こうみんな卒業していってくれるっていう姿を見て、その後も幸せになってくれるんやろうなっていうふうところがこう見れたりとか感じられるっていうのが、それがすごく幸せなんで、許せる許せないとかじゃなくなってきたかもしれないですね。自分がこうやってバレエやってることとか、まあ幸せに過ごしてるっていうことが、まあ喜んでくれてるんじゃないかなと思うんですけどね。